そうそうそう、マルガリータのね、主役はね、レドっていう少年なんですけどね、それはうちじゃないねん。まあ少年ですけどね。で、うちは出てきますか？たら、出てこなくもないかな、マルガリータの中に。っていうのはね、まあマルガリータって、まあ、マリゴ受精卵やからうちはおるよ。でもその霧のマルガリータっていうようなそのストーリー自体はね、マリコ受精卵を舞台に繰り広げられた話やから、必ずしもうちの話じゃなくてもいいわけ。このうちの話じゃなくてもいいわけ。 だけどうちの好みっていうのは現れるようにしとくわけしてるわけで、それクリアできたらどうなるかって言ったら、別にうちと結婚できるわけじゃない、そういうストーリーじゃないね、実は。レドが結婚できる間はうちじゃないね。で、要するにマルガリータ地球、要するにマリコ受精卵に現れるうちの名前も秘密、実は。で、ただうちの存在を意識はするわけ、登場人物たちは、すなわちプレイヤーたちは、まあプレイヤーに限らず登場人物たちは、まあ主にプレイヤーたちがね。プレイヤーたちはその救世主伝説みたいなのに翻弄されるわけで、まあうちの関係者なんじゃないかっていう思いに駆られて苦しむわけ。うちの娘なんじゃないか、うちの息子なんじゃないかってレドたちはね思うわけで、その妄想に苦しむわけ。まあいわばね、そんな話なんですけど、基本はね。で、じゃレドは最後誰かと結婚できるんですかって、もうちょっと呼んだ人は、ちょっと呼んだ人はおるから。だから、じゃあカリタちゃんと結婚なのか、アイルちゃんと結婚なのか。でも、なんですか、ペグじゃない、ペイルじゃなくて、ペイスか。まあ、ペイス一族、ペグ一族、まあ、大工のね、一族がおるんですけどね、そこの、弟ちゃんが参加してるんですけどね。弟キャラの威張りん坊がね。頭はいいわけ。ね。その職人家系でね。だけど文系に行ってんね。なぜか。そういう第4のキャラクターがおんね。で、要するに古代文字学みたいなね。に行ってる、パス神殿の大学のね。だけど本業は、港湾都市、ガイルの、まあ、ザール帝国のガイルだな、職人、大工の息子やね。理系の家に生まれたけど文系の道進んでるっていう人ね。それもうちじゃないね。 うちの経験は生きるやろけど、そんな話やったらもしかしたらな。まあうちの医者の家系に生まれたけどな、大きい文系の世界進んだからな、ある事件がきっかけで。で、そのある事件がきっかけとなった、そのきっかけとなった同級生、そっくりにイラストを描いてるけどね。ペグペイスの顔はね。まあ、うちとそんな違う顔じゃないよ、その五家系の眼科医さんは。小学校一緒だったんですよ。まあ、駅も一緒だったけどね。その人のお兄さんは、うちの兄と同級生になりました。後に。おいおい。親同士は別に、ライバル関係だったのかな。ああ、美人度。あ、向こうの上。おいおいおい。の同級生の教科書についつい、新見南吉とかね。おかしいよって、こんな顔で、もっと偉人らしくしなきゃ言うて。 こんな素晴らしい、今月のうち素晴らしい本書いた人が、こんなヒゲなしじゃダメ言うて。 偉人なんだからもっと堂々とって ヒゲ書いてくれて。 んで怒られてね、自分の教科書に書くならともかくって、もう書いてあったやつって書いてますって言ったら、そんなこと言ってるじゃないですって。 それが理由じゃないですかって。 怒られ方がわからんと思ってんけどな。
それ以降もう国語しか勉強したらあかんことになっちゃって、父がめっちゃ怒って、いつもね帰り理科室寄ってたのに、小学校5年の時にそれやっちゃったから、もう以降理科室出入り禁止になって、帰りにはね放課後に行ったらあかんって言われて、で国語で100点取るまでは国語以外勉強したらあかんって父にカンカンに怒られて、国語を舐めるなって怒られて、でそれから国語しか勉強できなくなって、小学校5年の時からかな。で結局100点も取れなかったしもう大いにアホになって、どう言ったらよだらそんなことになったらそんな罰受けたらアホになるでしょ、国語しか勉強できないんだからもうその時にもうほとんど終わったなと思ったねコツコツ理系センスを取り戻してきました長い時間をかけて幼少時にそれされてやられてしまったもので、うちが悪いけどごめんなさいごめんなさいお父さん、ごめんなさいお父さん、ごめんなさいお父さんそこに謝らんのかよ名前出されへんからフフ謝ってるよ心のどこかで耳なぎしに家帰ったらあかんの、ほんでそこがどうも引っかかんねん、なんだけ怒られたのかって微妙にずれんねん争点が、だから権月だよね、だって泣いたやろみんな、ゴンギツネそれ書いた著者がこの顔ってダメこんなのってひげ書いてん、眉毛もバーッと太くしてそれ怒られたんかな、それやったらなんかよほどうち新見なちのことディスっちゃってんな、あんまり覚えてんけどもっと言ったんやね、それやったらなんか思い出されんから、その部分すごい怒られたんやわ多分相当に耳の傷の骨相というか容姿を相当こき下ろしたよね教室でそこまでやってるけど、あんこまで怒られへんもんだってと思い出されへんねん、ブロックからかかってんねんここにどこまで言ったんやろあ、だんだん思い出してきた、ゴンギツネに比べて何ですかこの顔は、ってゴンギツネは立派なのに耳なぎちはダメねとかそこまで言ったから、あ、思い出してきた、だん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 ゴンギツネにふさわしくないって言ったから耳なぎちあ、思い出したこれだそれは怒られるわ徹底的に怒られたもん、怒るやろな、うちもそんな子供がおったら だからってその同級生の名前出されへんけどねだからって出せるわけないやろその同級生もうちと似てんの顔やったからケタケタ受け取ったけどね、あとでその子もだから青ざめとった明らかにうちと同じ民族のね同級生お前のせいやお前のせいやって言ってそらそらまあそらそうやろうけどと思ってどこまでうちのせいにしてたのじゃペースペグそいつもその時のショックで文系行ってたら怖いな医者継がんとひどい被害を出したもんだゴンギツネね、だからこのゴンギツネのせい耳なんちのせいにもできへんねん、トラウマがあるからうちな
しみになってきたやろって。読んだらあかんで、もう発生すんで。読まんように、聞かんようにこんな話第一。見ないで、この動画。見たら絶対、マルゲリータ世界に生まれちゃうから、とりあえずペースペーをこう、拝みに行こうかと言っちゃうから。レードよりもペースやで、言うて。で、女性陣はカリタとアイル。取ってつけたのに。カリタは誰がモデルかって、うちの母とか、あるいは、言われへん、もう。イラスト見たら爆笑やけど、関係者。アイルはね、アイルは、まあ、インディーズ系の歌手、女歌手にいかにもいそうなキャラ。まあ、一番行動パターンがうちと似てるのは、全員似てます。その4人。その辺に全員うちの、全員うちの子供みたいに、うちの子供時代の行動パターンです。そうなのな、著者がうちやねんから。で、本当はうちの子供なんじゃないかって、4人ともな、苦しいもんね。苦しいもんねんで。だから、マルガリータシリーズでは、うちは出てきますけど、ちょい役です。みんなそのクエストをクリアして、別にうちの健康もできんし、うちの子供にもなれへん、別に。どうやったらいいやろうな。だからレドは誰と結婚するのか、じゃあそんなエンディング作らなあかんの。子供時代で全員。だから、まあな、うちの子供になれるかもしれんな、やっとしたら。おついけに生まれるかもしれんわ、クリアできたら。ますます逃げられへんやろ。せめてうちの家によるその猫猫&トーマイツとかになるかもしれんけど。そうやってまた逃げようあるけどな。じゃあそういう感じにしよう。